着いた時から家が体育館で、まあ、両親も2人とも体操の先生で、僕はそれが普通だと思ってたんで、まあ、周りの友達とかも全然ともかけ離れてたんで、だからでもそれに対してそんなにギャップを感じたりとかもしてなかったですし、もう僕の普通はこれだけどみたいな、だから特にそんな特別な感情もなかったですし、体操をやることに関しても自然とやってたんで、そんなに違和感はなかったんで、どういう印象かって言われると、まあそれが普通だっていうふうに思ってました、はい。まあ、妹もやってて、最初は妹の方がすごい上手で、僕はあんまり教えてもらってなくて、まあ、僕が教えてもらうのはあんま好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、両親は多分妹にすごい期待してたと思うんで、すごいいろいろ教えてたんですけど、まあその自分でやっていくっていうことで今の自分があると思うんで、そのやっぱり他にも同い年の子とかいましたけど、やっぱり自分の家なんで、自分はなんかこう結構自由にやらせてもらってたなっていうのがすごく印象に残ってます。初めて覚えた技を覚えていますか？いや全然覚えてないですね。多分前転とか後ろ回りとかだと思うんですけど、でも覚えて一番嬉しかった技は何ですか？は蹴上がりです。はい、僕だけ全然できなくて結構時間かかったんですよ。それで初めて上がれた時は体育館の中を走り回って喜びました。もともとトランポリンがすごく好きで、まあ、トランポリンに共通している種目っていうのはやっぱり床だったので、まあ、床はすごく得意だったし、ひねり技もすごくできたので、やっぱり一番床が好きだったし得意でした、ね。はい、やっぱりここまで続けてこれたのもやっぱり体操が楽しいと思ってないとここまで続けてこれなかったと思うんで、やっぱりそれは両親が開いたクラブで始めた時からずっと楽しいと思って、本当にそこが原点なんで、体操が上手くなった下手だったに関わらずやっぱり楽しいと思わせてくれたことが一番今の僕には、その両親がくれた一番最高の体操でのプレゼントかなと思います。やっぱり今の僕の体操は美しい体操を目指してやってるので、父親から言われたんですけど、100回汚い動きをやっても1回綺麗にやった動きには勝てないっていうふうに言われたのですごく覚えてますね。まあ、今よりももっと難しいことをやろうと思えばできるんですけど、やっぱりそれをやってしまうと体力的に問題が出てきて、そうなってくると割れない足先がちょっと割れたり、変なところで力が抜けちゃったりするので、やっぱりそういう D スコアと E スコアのバランスっていうのをすごく考えて構成を組んでいるので、そこが美しさにつながっているんだと思います。常に完璧な演技を求め続けている内村選手ですが、時にそれを達成したと感じることはありますか？まあ、何回かはあるんですけど、
その達成した時にまたさらに新しい目標が、さらに上の目標ができるので、それは一瞬だけで、だからまあ常に上を見て演技をしているので、やっぱり完璧な演技がそこでできたとしても、またさらに新しい目標ができるので、僕の中では体操をやめるまでは満足のいく演技、完璧な演技っていうのはできないんじゃないかなっていうふうに思ってます。昨年の世界選手権で、まあ、採点の方法がだいぶ本当に正確に美しく演技を行わないとちゃんとした決定点が出ないっていうところは、やっぱり僕たちが目指してやってきた美しい体操っていうのを今までずっと世界の舞台でやってきて、それがようやく形になってきたところだと思うんで、そういう美しい体操じゃないと点も出ないし、人に与える影響力もないですよっていうのを演技で示していけたらいいのかなっていうふうに思ってます。初めてのオリンピックの時は本当に何もわからないまま出て、先輩方に引っ張ってもらって、でメダルも本当に運が良かったとしか言いようがないぐらいの内容で個人総合でも取れたので、でもまあそこで自分が世界で戦えるレベルなんだなっていうのを認識して、それからロンドンオリンピックですごく期待しすぎてしまって、であまり良くなかったけど金メダルは取れた。だからまあ3回目こそしっかり自分の満足のいく演技をして結果も残せたら一番いいなと思ってるので、やっぱりその北京とロンドンで進化し続けてきたので、まあ、リオが本当に自分の最高の状態で演技ができる最後のオリンピックだと自分で思ってるんで、本当にミスがないようにやっていけたらいいかなっていうふうには思ってますね、はい。まあ、2020年が自分の生まれた国でオリンピックがあるので、そこまでは頑張って続けたいなと思ってます。スペシャリストになるとしたらどの種目を選びますか？そうですね、やっぱりもう年齢も上がってきてるので、ね、少し怪我のリスクも高くなってきてるので、まあ、鉄棒なんかはすごく息が長くできる種目じゃないかなと思うので、まあ自分の中でもすごく点数が取れるし、いろいろ技は持ってるので、まあ、鉄棒にすると思いますね、はい。体操選手以外の人生を考えることができますか？いや、考えられないですね、はい。引退後の人生をどのように考えていますか？体操以外で自分に知識が全くないので、やっぱりそれは体操にしか生かせないと思うんで、何かしら体操に携わる仕事をすると思いますけど、今は全然考えてないです。2020年まで現役を続けて辞めた時にはもう確実に記憶はあると思うんで、その中で、まあ、一つのことにしっかり頑張るっていうことはすごく大切なことだし、それから得るものはたくさんあるんで、
めないで頑張るっていう姿勢を自分で見せて、それが大事なんだよっていうのを教えてあげたいなっていう。